どうもタブヤンです。年末年始特別企画第2弾バトルシティ行きましょう。今回もチュンコさんが来てくれております。左の黄色がね私の戦車、右の緑がチュンコさんですね。殺し合いするのかなと思ったらね違うみたいな協力プレイね。あの赤いの倒すとチュンコさんフォアップアイテム、おっとちゃっかり取っております私が取ったアイテムもね横取りされましたよね。でも殺し合いではないとでもこのゲーム殺し合いしたら司令部壊したらね自滅できるもんねおっとあれタイムだね。よし俺に任せろ。これを取るとね敵を止めることができる。そして4体同時しか出てこないんだよね。これチュンコさんを撃ったらどうなるんだろうね危なすごいパワーアップしてるじゃん。何ヘルメット取ったよ。俺に任しとけ。おお冷静ですねチュンコさんうまいじゃないか。これ何俺の方が倒した数が多かったってチュンコ活躍してないよねアイテムだけ取ってなんか強い敵とかいるね。走行が熱いやつね。赤いのとオッケー。今度はまたヘルメットか。ヘルメット時間制限ありで無敵になれるというね。俺に任しとけ。でチュンコさん50面ぐらいあったんかな。面数ね楽勝だねこれ。これ2人協力プレイかなりいいね。コントラとはえらい違いだねこれ。今俺のこと打とうとしなかったかあ、なんか俺のアイテムまた取った。アイテムはちょっと譲り合いするしね。危なっ、これちょっと狙ってる味方を撃ってしまいそうだよね、これ。本当のね、戦時中もよくあることだよ。スターだ、これ。俺に取らせてくれ。スター取るとこの弾がね、めっちゃ速くなるんですよね。で、3段階のパワーアップが。で、危ない、撃ったよ、俺を撃ったな、今。危ない危ない危ない今撃とうとしてるやんおっと殺し合い勃発かこれステージ2楽勝だね。これ全面クリアできるんじゃない。ちゃんと2人ともおとなしくしてればね。協力プレイですからね。純子さんあの右を担当しろ。俺左や。オッケー手榴弾ナイス。一気に5機倒したよ今。いいよ。俺ちょっとまあサッカーで言うと守備的ミッドフィルダーぐらいの位置にいるから、チュンコ君がフォワードやってくれたらね点取り屋みたいな感じですよ。お、スター2個目のスター、これをもらおうぞ。これでなんと連射ができるようになるというね速い球でしかも連射できるというこのチュンコさん3つ目のスタート取ったらえらいことになる。危ない危ない、司令部狙われてる。ああチュンコ、あチュンコ撃っちゃったなんか点滅してる。味方を撃つとこうなるんだ。味方を撃っても死なないのはいいね。これ撃つとね点滅してるしびれるだけで済むやね。これ大丈夫やね。チュンコさん3つ目のスタート取ったら、ああやめろ、3つ目のスター取ったらダメだからね。取ったらなんだろう、銀色の壁あるやん、あれを壊せるようになる。でも逆にこれね、銀色の壁壊す、これ忍者くんみたいな格好ね、形してる。忍者くんででもジャレコだったよね。これナムコさんのゲームなんだね忍者が流行ってたんでしょうね。あ、ちょっと待て、俺に任せろ。敵がいっぱい出てから、あーしまった敵がいっぱい溜まってから取ろうと思ったら死んじまったよ。もう早く取った方がいいよこれ。よし止めた。やばい、初めて一気死んだ。俺のこと撃つの、しびれさせる。あー、アスターなくなった。あ、なんか装甲車がいる、助けてくれ囲まれてる、敵に囲まれてる。あー撃たれた。手榴弾発射。4機貯めてから、おっとやばい、もうラスト1機だおかしいな。
あ、でも私の方が頑張ってるやん。うっそ、命を削って貢献してるんだね、ちゅんこさん。やばいなこれ。ラスト1機で安全に行こう。めちゃくちゃ早いな。スター2個持ってる人は違うね。私司令部守っとこう。後方支援ですよ。ヘルメット、ヘルメット持ったからちょっと突っ込んできます私。俺は。そしてもう一個ヘルメット、ヘルメットで無敵状態で、いつ切れるかわからないから怖いよね。そうそう、よし逃げろ逃げろ。行ってきてくれ、俺は守っとくわ。あ、やばいやばい、敵が来た、攻めてきた。司令部危ない。おお、司令部守ったぜ。おい、あ、ワンナップや、俺に取らせてくれ。あーあー、なくなる。あー、取れなかった。ワンナップ取らせてくれよ。ラスト俺だけばっかり頑張ってるやんこれ。いや、今の取りたかったな。一気終わったらもうゲームオーバーですよ。私死んだらもう主役のはずなのにね。しれっとね、私死んでもチュンコさん続けるんだよね、ゲームもね。おかしいな。あ、赤いの赤いの。あー、後ろから取られて撃たれた。頑張れ。応援に回りますよ。応援実況に変わってしまったねこれ。私コントローラー持ってるだけというね。これも一つありですよね。10面ぐらいは行ってほしいな。6面。純子さんあと3機もいるんだ。押し村子はあのワンナップ取れたかったよね。おお、あ、さあれもう取ってみ、一回取ったらね、その銀色のやつを破壊できるようになるから、逆にね守備がおろそかになるんや。あ、司令部取られる、司令部。おー、いいじゃないか。拍手を送りたいねこれ。さあどこまでいけるか。ステージ7。これほらほら、それ取ってしまったからですよ。それ3つ目のスター取るとそうなるんだよね。敵の一応その壊さん方がええよ、その銀壁あんまりね、あんま壊すするとこう守備がおろそかになる。必死の競争で打ってる。あ、司令部危ない。もう守備役がいない。あ、4つ目のスター、それは知らんな、どうなるか。あ、ワンナップ来たねこれ。私が取れそうで取れなかったワンナップ。 OK、いけいけいけ、いいね、いい位置、その楽しんでる。バトルシティ楽しんでる。これ何年ぶりなんやろね、純子さん。何年ぶり、わからん。どうなんだろうね、スター。とっても500点入るだけ。いない、また一気増えた。コントラみたいに一気奪いたいな。コントラはね、なんかボタン押したらね、相手の残機ね、パクれたんですけどね。すごい形相で打ってるよね。あ、真ん中取られた、やばいよこれ、司令部やばいよ真ん中で。スター3つ目、禁断の3つ目のスター。あ、死んだ、取るからもう。あ、ショベル、何あれ、ショベル何だったっけ、忘れたな。危ない、背中。あー、最後まで頑張れよ、おい。よし、やばいやばい、ちょっとおろそか。めっちゃ狙われてるやん、あの赤いやつに。やばいやばい、司令部。あ、あんなとこのアイテム取れないよね、ついてないな。あ、やばい、真ん中司令部、司令部ちょっと。司令部チェックしとかないと、ちょっと。あー、もうこれ以上攻撃に行けないね、一人だと。コンティニューないのかな。あ、ごめん。A ボタン押しながらと。やばいよこれ、司令部。これね、右上に敵の残数、あ、もう敵ゼロだよね。あ、司令部のディフェンスなんだ、ショベル。これいいね、ほら。おお、やるじゃないか。8面クリア、目標10面。
いいね。ステージ9。これね、バトルシティ実況する前かな、2014年ぐらいにね、全面クリアしたんですよね。全面クリアしてもこのせいですよ。チンコさんには負けるんですね。人間は恐ろしいな。でもまあその全面クリアした時もね、あのステージセレクトで1面ずつ解いていったからね、めっちゃやられましたけどね。さあどうするんでしょうか。敵の数多いな。あと6機ですよ。あ、ストップウォッチチャンス。え、死んだの今。地味なとこで死んでストップウォッチ踏んでなくなっちゃったよ。あ、手榴弾チャンス、手榴弾チャンス。おー、一気にクリア、かっこいい。男を見せましたね。さあ目標のステージ10。何これ、マッピー。おー、さすがナムコさんですね。マッピーやりたくなってきたな。顔がもう無残に崩れ去っていきますよ。さあどうする。めっちゃなんかでも弱い敵ばっかだね、この目。あの重戦車がいないね。楽勝じゃない、サービス面じゃない、マッピーやし。あと 10体ぐらい。あー、ヘルメットかいらんな。今欲しいのはスターだね。あ、やばい、早いやつ来た。おお。スリーブを自分で打って自滅するっていうのが、ね、一番ね、面白い終わり方。スリーブね、いいんだよこれ。あと3体よ、もういける。あ、重戦車出てきた最後。あ、あいつ狙っとるよ、スリーブ。いけるなこれ。おっ、楽しんでるね。おお、いいんじゃない。もうマッピーがあられんもない姿になってる。今頃ショベルいらんしね、ほんで。ラスト1機オッケー。これもう20面ぐらいいけるな。おお、マッピークリアですね。ステージ10。チュンコさん頑張って、あと50面まであるから。さすがやね、さすがレトロゲーム世代やね、ファミコン世代。なんかの図柄にはなってないねこれ、本域の面ですね。おっと、でチュンコさんがどこにいるかもちょっと見逃して。おー、シリーブ、シリーブ、シリーブ、頑張れよ。わあ、相打ち、ラスト1機。あの足速いやつ手強いね。さあどうするこれ、陣中か。おお、そこ行く。あ、司令部、司令部、司令部。おお、あ、1機ワン、あ、司令部、あ、ワンナップ消えた。あ、司令部、司令部、司令部。あ、斜め打ち、ちょっと残念。でもよく頑張りましたね。バトルシティいかがでだったでしょうか。皆さんもね、ご家族、親戚、友人とやってみてはどうでしょうか。私いいとこ見せながらなかったけどね。最後までご視聴ありがとうございました。もう おやつ食ってるよ。それでは次回の対戦ゲームまだまだやりますからね、お楽しみに。さよなら。